どうもこんにちは、ホッセルと申します。プレイステーション2のサイレン2の実況プレイやっていきましょうか。今日やっていくのはこちらの永井頼人くんの22時間後闇島小中学校、こちらの終了条件にやっていきたいと思います。前回はここの終了条件1をクリアしたんだけれども、ここの終了条件2をクリアすることによってもしかしたらこれ最初のエンディングにたどり着けるんじゃないかなと思うんだよね。なのでそれを一旦見てみたいということでやっていきましょう。今日もよろしくお願いしますね。あ、なんか変な移動しちゃった。ここね、就労時に冒頭の部位や軽やかにスキップしていき、とっとと始めていく。沖田博士を倒すのが就労時1だったが、2はどうなるとか。闇寮を純滅して沖田博士を倒す。はい、闇寮を純滅するには所持している銃弾には限りがあります。すべての闇寮を倒すには車を有効活用しましょう。闇寮を一掃するには沖田博士を倒し、校舎内がよく見える場所を探しましょう。すでに持っているアイテムがキーとなります。校舎の中の闇寮も全部倒すってことか。沖田博士をまず倒さないといけないってこと。じゃあヒント2を見る限りは博士くんを先に倒すのがキーポイント。逆切れの方が強いんだよ。まず車を修理するところからやらないと。信号弾、非常に明るい、あ、光を発する。これだよね、絶対。ヒント見る限り。闇量を準備するには光が重要だから。これを使える場所を探さないといけない。どこで使うのか。つうか、もうどこで使ってもいいと思うんだけどね、こういうものは。これどこからスタートした。まずフロアジャッキ取らないと。車修理しないといけないよね。ちょっと待って、近くの闇量から。ライトの下で倒していこう。ライトから避けるように動きするから、こいつ。おお、今のステップいいですね。今の避け。バックステップ。なかなかいい。今のは。敵の動きをギリギリで避けていくスタイルか。ジャッキはここにあるよね。まずこれ取って、離して。鬱陶しいやつ。視界が悪い。距離取ろう。とっとと小中学校に入る。こいつの追跡切らないと。まずはついてきてるよね。ついてきてねえわ。こっち側から回ってった方が良さそう。校庭に入ると、グラウンドかに入るとヤビリト公式に気づかれるから、こっち側から工具を入手していった方がいいよね。で、モブの闇人でしょ。こいつを倒して、なんかいる。あっ、こうちゃん、こうちゃんやめて。気持ちいい。暗い暗い暗い。とりあえず車を修理する。動画手に入ってる。あー、これ後ろから掴まれると結構長時間拘束されるのかな。後ろから掴まれた時はやばい。あー、それどころじゃないか。で、一回ダウンさせましょう。してるよね。スタミナ回復しよう。ライト消しといて。お、索敵解除されたか。今いけるか。よし、今はそれどころではない。なる前に修理しないと。はい、まずは秋の闇色の純別。車に乗っていく。 TND でしょ。起きた倒さないといけないよね。こいつを暴走させて、とりあえずガンガン引いていく。直取りかまして、いけ。めっちゃいる。やばい、引きずり出される。うわっ、え、つうかバックでぶつかったのになんでフロントガラスにひび入んの。今おかしな挙動を示したんだ、この車。
あとはお前か。いいですね。バックしながら。ほらよ。なナイス。ですね。あとは裏にいるやつを倒す。裏にいるのは。くしゃ。またバックを巧みに利用しながら引いていく。さらに引いていく。起きた倒さないといけないんだったら車も寄せないといけないよね。とりあえずはもう少しこいつらにアタックかましてからぐるぐる回ってればいいんじゃない。まあそのうち壊れたりとかしないよねこれ。お、いなくなった。闇霊さえ全て倒せば闇人は復活できないから次起きた行きましょう。これで人ドラなくでしょ。結構な数倒したぞ。車の無慈悲な一撃で引き逃げ王子さんといったところか。で、起きた君はライト消して近づけば倒せることが前回判明したんで、このままライト消していきましょう。闇に紛れて生きるこの男、妖怪人間もそうというところか。今もこれいけるのでは。ちょっと待って、だけど落ち着け落ち着け。ここで死んだら面白くない。ん、なんか変なところにいない。中にいるわこれ。金網のこのまま近寄れるか。鍵かかってるの、いけない、やばい、気づかれた。中にいるよね。なんか位置変わってるわ。起きたの。どうやって中に入ればいいんだろうこれ。鍵かかってるから中に入れない。まず鍵探さないといけないってことか。いて食らうか。調べられる。おえかすの中に何かがある。小運動場の鍵。小運動場とは、はい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 、なるほどね。これ矢倉一子のパートで取ったやつだ。取ったやつだっていうか、あの燃やしたところが焼却炉。反対向いてくんねえかな。今のボルト見つかるんだよね、この銃をなでなでしてる人に。なんでこいつこんな銃なでてんの。今のうち入ってく。いけるか。いけそう。突っ込むわ。ある程度の距離まで行けばそこでライトで照らして、ひるませてる間に倒すから。死ねー！よし。まずはオッケー。あ、信号弾撃つにはこれいるのか。あれ？ちょ、取らねえじゃねえか。え？なんかちっちゃい銃みたいなの落としたよね。どれだよ。どこに落としたんだ。全然拾ってくんね。つか TNT 爆薬使えよ沖田に。え、信号弾撃てそうな、なんかちっちゃい銃みたいなの落としたよね。どこにある。なんでこんなとこに落ちてんだよ。信号拳銃。これ持ってる武器と入れ替えじゃないよね。はいはいはい。信号拳銃をどこから撃つかが問題。起きるかなこいつ。一応ぐるり見て回るか。矢倉一子が入ったところ何もないね。信号拳銃どこで使えるんだ。空き地の闇霊巡別。空き地とは、空き地ってどこだよ。空き地ってどこのこと。ここかな。トラックで行くか。
最初のスタート地点から戻ったあたりが空き地かな多分。あそこまた敵順滅してないよね。トラック運転していきましょう。信号弾打ち込む。早速出てきたわ。よし。校舎の中に直接打ち込んで、校舎の中はこれで OK ね。この階段のところ来てよかったわ、普通に。はからずも信号弾使える場所を発見してしまった。で、闇寮が下に降りてきて、光に耐えかねて、で、こいつらを倒していく。車、車、車。どけ！とりあえず空き地に向かいましょう。フロントからスキービー入ってるから、すげえ運転しづらい。これさ、闇人か。闇人も車から引きずり下ろしてくんのかな。引きずり下ろされないんだったら強いけど、誰いるでしょう、公式。よし。銃弾には限りがありますだから、何かに発見された。とりあえずあんまり止まらないようにしながら行かないと。止まらないようにしながら敵を引いていく。バックと前進を繰り返しながら。死ね。ここで前後運動してれば普通に行けるんじゃないかな。光当てながらね。あとはガシガシつけながら行く。この敷地内をぐるぐる回るだけでも結構効果的だよね。とりあえず怖いのは壁にぶつかって止まること。それさえしなければ引きずり下ろされることもないでしょう。正門前道路の闇寮準備。よし、空き地はこれで OK か。正門前はここのあたりかな。この闇寮いたっけ。とりあえず向かうか。まあ、もうボロボロなんだけど。正門前、このあたりいるのかな。あ、いるわ。バックしたりしながら行きましょう。あ、光で照らして。消えろ消えろ。校舎から逃れた闇寮の純滅。中に入っていけばいいね。あ、こっちから行けんじゃん、普通に。このまま前進して。暴走トラックが今日も行く。起きたから長いドライバーが変わった暴走のトラック。なんかに撃たれてる。誰がいいんだ？誰？起きたか？起きた近くに来てんのか？どこから撃たれたの、これ。やばいな、これ。車の耐久力とかあるでしょ。起きた、ヒロシの滅する。ここでようやく起きたか。下に降りてきてんのかな、彼は。なんかこの辺で発見されるよね。場所探らないと。とりあえず闇と公式でしょ。起きたどこにいるんだろう。上にいるままなのかな。どこで撃たれてた俺。この辺にいたら普通に撃たれたよね。やっぱり上にいるのかな。もう一度車石垣に寄せて起きたの視界ジャックしましょう。これどこだ。これ起きただよね。はあ、こんなところにいる。校庭だ。走り回ってるわ。トラック乗ってる状態でも視界ジャックできるのかな。あ、いた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 。よっしゃ、いいですね。沖田さん、さよなら。これで終わりです。展開的には同じか。ムービーは同じだね。よし、
そして気になる出持ちになるよ。不明、海中23時間後。鉄塔が映ってる。闇島孤児の伝え、何々がアーカイブに追加された。ちょっとメッセージ飛ぶの早すぎるんだよ。海底っていうことは、海底ケーブルが切断したっていう事件があったよね。それと何か関係あるのかな。海底ケーブルがあったことによって何かしらの復活が妨げられていたみたいな、そういう感じだったりとかする。お、何これ。え、ダケージ、ダケージでいいのかな、これ読み方。海の底に何かがいるってことか、これ。あ、遠く離れて一番右のやつのデボシラリオだったんだ、今のは。田川龍子、太田智恵、太田恒雄、かなえでしょ。で、ここあと一人誰か抜けてるというところで、さあ次どうしよう。時間もちょっとあるから、けど別のチャプターに行くと中途半端になりそうな気がしないでもない。ここの終了条件に持ってないんだよね。ここまだ持ってねえわ。で、ここは、高難易度のため、クリア後回しにしてるところ。なので、次回はここ行こうかな。キフネちゃんの20時間後。で、行くんだけれども、今回はアーカイブ確認して終了にしましょう。いくつか手に入れて、一個しか手に入れてねえわ。今のやつだね。闇島孤児と伝え、海底に潜りし者。なんて書いてある？ダケージは海底に潜りし、西へのものなり、地の底に逃れし、同胞を、死体なけども、誠の、あ、その願い叶わず。ダケージ終わりに、悪しき炎となる。その嘆き、海原を大いに揺るがして、恩をなすなり。海底にいるものであり、地の底に逃れし、同胞をしたいなけども、願い叶わず。これは、どういうこと？闇人サイドのボス？これは。悪しき炎となるとかって書いてあるね。海原を揺るがして恩をなすなり。津波の原因がこいつってこと？ゲーム冒頭で起こった。そのうち出てくるのかな？なんかラスボスっぽいよね、名前。前作のダタスシっぽいし、響きが。いいですね。ではセーブして今回終了にしましょう。物語の内容がどんどん明らかになってきているであろうが、この俺の頭では。今のところ行けるところって言ったら、うん、やっぱりもうこのキフネちゃんのここしかないね。はい。それではご視聴ありがとうございました。